どうも皆さんこんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。このガズレレ YouTube チャンネルはどんな方でもこのウクレレでモリモリ楽しく音楽できますよということで、日々簡単レッスンをモリモリ公開しております。今日も張り切っていきますよ。さあ皆さん、今日からこれが始まってます。今日は博多で G ラブポップアップショップ開催ですよ。ぜひ皆さんチェックしてください。概要欄に貼っておきます。さあ今日もレッスン始めていきましょう。 G ラブのウクレレたち使ってやっていきます。今日のレッスン課題曲はですね、パワフルすぎる一曲、こちらです。ドーン、ワンピースフィルムレッドの主題歌、歌 from ワンピースレッド、私は最強、アドさんでございます。この曲マジで最強の一曲なんですよ皆さん。それをこのウクレレ一本で、再現してみようと思います。とはいってもこの曲はですね、もう超高難度なんですね。もうズバリ言います、めちゃくちゃ難しいんで、これはですね、まず、ここで報告したいんですけど、1番までですね、1番までをアレンジしてみようと思います。一番まででももうね、ひっくり返るぐらいもう要素山盛りなんですよ。はい。ぜひ皆さんまずここまでトライしてみてください。気持ちがいいんですけど、かなりね、難易度は高いですよ。はい。いつものように2バージョンやっていきます。まあ、最初の簡単、シンプル簡単バージョンはですね、本当に初心者様に特化しているんで、こっちはゆっくりやるとですね、比較的簡単だと思いますので、ぜひこれをまずやってみていただいて、後半はかっこいいバージョンやります。このかっこいいバージョンのね、このいろんなこのリズムの要素とかも、とにかくキメとかですね、強烈なことになってるんで、もうこれ、ぜひ皆さん、脳トレとしても、パワフルな一曲としても、気持ちよく歌う一曲としても取り組めると思いますんで、ぜひ2バージョン最後までご覧になってください。さあ皆さん音楽を始めましょう。音楽って聞くのも最高だけど、やる方がもっと最高。今ご覧いただいているガズレレ YouTube チャンネルではですね、私今まで音楽やってみたいけど全くやったことないですとか、楽器にチャレンジしたんですけど挫折しましたみたいな、そのあなた、もうあっという間にできるね、もう革新的でものすごくいいレッスン動画公開されております。やってみたいなと思った方、概要欄にガズレレのウクレレの始め方、リストになってますんで、その動画を見ながらね、どんどん練習していってすぐできますからね、やってみてください。このガズレレ YouTube レッスンなんですけども、ね、課題曲2000曲近くあると思うんですよね。皆さんの好きな曲きっとあると思います。どうせレッスンするんだったら、プログラムに応じてやるのもいいんですけど、自分の好きな曲やってみるのもいいと思います。そんな場合はですね、やってみたい曲名、スペース、ガズレレという感じで YouTube で検索していただきます。出てくる可能性あると思いますよ。はい。で、ホームページに行くといろんなジャンルボックスとかいろいろあってね、いろいろ選べるようになってますので、ぜひどんどん音楽聴くからやるに変えていきましょう。さあ、それではレッスン入っていきましょう。私は最強。まずはこっちは大丈夫だと思います。ゆっくりやればね、ガズレレ式超簡単アレンジバージョン、1番までショートカットアレンジバージョンでやってみる。1、2、1、2、せーの、さあ、怖くせーの、歌
from ワンピースフィルムレッドアドさんの歌う私は最強ガズレレ流簡単バージョンやってみました。まあ簡単バージョンで演奏はねかなり簡単にしてテンポもちょっとゆっくりめにしているんですけれども、そんでもやっぱり歌とか難しいっすよね。歌のメロディーとタイミング、これスコンスコンとこれ気持ちよくねタイミングよく入るっていうのはね、これなかなかあのかっこよく歌うにはねやっぱり聞き込みと歌い込みが、大切だと思うんですけど、まずね今のガズレレアレンジバージョン、まあ、さっきから何回も言ってますけどこの曲もねめちゃくちゃねもう内容盛りだくさんすぎて一番だけでもかなり山盛りの要素になってるんで一番だけなんですけど、まずやってみてください。ガズレレの動画にはね歌詞とコード出てますから、それに合わせてウクレレ持って練習していただいて、1個目のゴール設定としてはガズさんの簡単バージョンと一緒に合わせられるようになったら1個目のゴール達成おめでとうございます。できるようになった方は次のステップどんどん行きましょう。次のステップ何かというと、今度はガズレレ YouTube を一切見ずに皆さん一人だけで歌ってリズムを生み出して音楽を生み出す、これをやっていただきたいなと思うんですけど、最初から歌詞とコードを全部暗記するのは難しいでしょうから、まず最初は楽譜練習がいいと思います。楽譜を何回も見てゆっくりでいいですよ。自分のゆっくりなペースでいいんで何回も何回もやっていずれは覚えちゃって大空に向かって歌うみたいなのがいいと思うんですけど、まず楽譜練習、でも楽譜ってどこにあるんだろうということだと思うんですけど、安心してください。今の演奏はですねガズが手書きで書いているこのノート35冊目に突入ですけど、これをこのノートを見ながらですね、これ見たらびっくりしますよ。ぎゅうぎゅう詰めですからね。はい、これね見ながらやっていったんです。これもうちょっとしたらこんな感じで画面にみんなにこんな大きく写してみんなをこんなに書いてみたらいいよとシェアしようと思うんですけど、今大変便利なサービス始まってます。これです、ガズクラ。このガズクラブというのは一体何かというと、毎月660円のクラブ活動費を頂戴しまして、今日のね私は最強を含むガズが今まで手書きで書きまくってきた膨大なノート楽譜のストックの中から毎月5曲お選びいただいて、この曲いいな、この曲やってみたいみたいな感じで選んでいただいて、即座にお手元にデジタルデータとしてダウンロードしてすぐに練習入っていけるよという画期的なサービスなんです。そしてですね、このガズクラブは楽譜のダウンロード以外にもですねいろんなコンテンツがあります。毎月2回全世界中のこのガズクラブメンバーが集まってワイワイセッション課題曲を決めてもうめっちゃ盛り上がります。大セッション大会ガズオンを開催しております。毎月2回ですよ。はい、それにねガズクラブメンバーの方だけが使えるアプリがあったりとかしてですね、みんなの演奏動画アップロードできる非公開のページがあったりとか、なかなか盛り上がったです。メンバーのコラムもスタッフガズレレ G ラボスタッフのコラムなんかも楽しめるんで、そんなもんは盛りだくさんです。それちょっとねこのガズクラブとはまた違うんですけど、このガズレレ大学っつうのもやってるんですよ。こっちは大学ですからお勉強ですよ。毎週2回によるライブ配信、これは YouTube メンバーシッププログラムというのを利用してまして、 YouTube はパソコンで見る人ここに、下にメンバーになるというボタンがあると思うんですけど、それから入れます。こっちは毎月590円で毎週2回45分のライブ配信、テーマを決めてものすごくマニアックに分かりやすくチャットでもやり取りしながら濃厚にやってます。ぜひこれチェックしてみてください。概要欄に貼っておきますよ。そしてあと毎朝4時半からガズラジやってます。スタンド FM というアプリでもやってるんですけれども、最近ではですねガズラジ YouTube という YouTube チャンネルも立ち上げましてですね、まあ同時公開しているということで、毎朝7時半から365日にとってもいい話をしてますんで、ぜひ聞いてください。無料で聞けるラジオアプリになってます。今ご紹介したこの3つのコンテンツ、概要欄に URL など貼ってますんで、ぜひ見てみてください。それじゃあ楽譜を見ていきましょう。アドさんの歌う私は最強、歌 from ワンピースフィルムレッドの、歌でございますが、はい、1番まででこの山盛り加減、これねちょっと皆さん普通にねページ1枚に収まってるって思うかもしれないですけど、よく見てください。今日ね、このワンブロックがこの大きさですからね。1、2、3、4、1、2、3。だからこうテンポがすごい速いんですね。やっぱロックナンバーなんでね。これだからワンブロック今日ちっちゃい表記ですから、ここ注意点ですよ。1、2、3、4、1、2、3、4。でもテンポ速いからね。はい。見ていきましょう。で、ここブリッジミートとかいろいろ書いてあるじゃないですか。これ、下にこんな風にね、アナウンスで書いてあるのは、こことか見て、この矢印マークを、シンコペーションのマークを、もうね、かっこいいバージョンはもう強烈なことになってますからね。いろいろこう、アドバイスとかメッセージは、下の段に書いてあるのは、基本的にはかっこいいバージョンでこれやるよということで、後でね、後半のかっこいいバージョンの説明で濃厚説明します。今のシンプル簡単バージョンは、この上の段のコードを4つ弾きで弾いていったということですけど、それでも結構ね、早めの方がこの曲のね、やっぱムードっていうか疾走感、パワフルな最強感が出ると思うんでね、まあ、動画ぐらいの テンポでできるようになるといいと思うんですけど、まずシンプル簡単バージョンの方からやっていただければというふうに思うんですけど、まあ、こんな感じで写しておきますので、時間ある方は、ノートに書き出していってください。お願いします。ということですね。これがね、なかなかなんですよ。はい。で、今紹介させてもらったガズクラブで、この、ガズの手書きノートのデータをダウンロードしてもらう方、めちゃくちゃ、今日もいいと思います。ガズのノートの特徴は、この言葉の上に点があるじゃないですか、この点が。これでテンポがわかるんですよね。ちょっと言ってみましょうか。さあ、あ、
怖くはない、不安はない、私の夢は、こんな感じです、リズムは。はい。そして歌詞カードには出てないこの私のとか、この言葉を伸ばすところ、これがですね、漢字で書いてあるわけですから、ここはね、だからそういうのはすごくひらがな表記のガズレレならではね、参考になると思いますんで、はい、ダウンロードもご活用していただき、ガズクラブで、お時間ある方はこれ今写しておくので一時停止で書いてください。まずは A メロまでイントロから OK?ほい、じゃあ次。B メロからもう最後のサビです。もうこれで終わりなんですけど、いやいやいや、やってみたらわかりますよ。めちゃむずですからね。はい。で、さっきも言ってるように今日1枚に収まってますけど、ワンブロックはこのちっちゃく書いてあるからね。なんでも余裕でこれでも2枚に普通に書いたら、渡ってますということで、ボリュームもかなりあると思います。はい。ちょっとね、これ見づらかったら動画のね、テロップを一時停止して見てもらうのもいいと思います。これ最後また感想というかね、これかっこいいんですよね、ここね。はい。これって終わったよということでございます。本来はここ2番とかどん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 展開していくね、さらに深まっていくんですけど、まずこの1番だけでもね、もうたっぷりありますんで、出てくるコード見ていきましょう。この赤く囲ってるやつはかっこいいバージョンで出てくるコードなんで、ひとまず隠しといて、はい。今日は8個ですね。かっこ、あ、シンプル簡単バージョン。言っていきます。C、A マイナー、F、D マイナー、D7、G7、E7、E マイナー、7。この8個のコードで今やっていきました。この今映ってる8個は、ガズレレでは、助かる、めっちゃ助かる入門コードのグループでこれでございます。はい。ガズレレ必須コード。このガズレレ必須コードつのは一体何かというと、このウクレレ音楽始めた人に一番最初に覚えてもらいたい入門コード、10個のグループ。10個もあんのと思うかもしれないんですけど、これ入門コードなんで1個ずつ見たらどれも超簡単。だけど、いっぺんにドーンと10個で、ね、覚えようと思うと、押さえる場所とコードの名前とかもう大体ごちゃごちゃになっちゃうね。私が皆さん、初心者の皆さんにスイスイ覚えられちゃうめちゃくちゃいい動画を撮ってます。概要欄に貼っときます。楽しく覚えられるね、ものすごいいい動画になってますね。コード10個覚えちゃってください。それではかっこいいバージョンの解説に入っていく、その前にですね、今日この曲はですね、まず今のシンプル簡単バージョンで、もうよっぽど歌をですね、掴み取っていかないと、これテンポも速いし勢いがすごいでしょ。でこういう曲ってやっぱりね、エネルギーみたいな、こうなんかパッションみたいなのすごく大事になると思うんで、かなり自分の中で消化して、こうグッという、なんつうの、願いというか思いというか、まあ、だって私は最強ですから、そのエモーショナルな感じまでね、やっぱ再現するのが大事だと思いますんで、聞き込んでやっぱ体に馴染ませてから、かっこいいバージョンさらに取り組んでいくのがいいと思います。じゃあここからかっこいいバージョンの解説入っていきます。かっこいいバージョンはコードがですね、ちょっといろいろかっこいいコードがね、いっぱい出てくるんですよ。まずちょっと説明していきます。かっこいいバージョンで出てくる難しいコード、F マイナーからいきましょう。F マイナーっていうのはガズレレでも出てくる難しいコード。こことここです。押さえましょう。3箇所。こことここ。で、こんな風に押さえるのが教科書通りだったり。まあ、ガズはこんな風に押さえてますけど。これ F マイナーについてはね、もう諸説ありでですね、ガズが思うね、めちゃくちゃ丁寧なね、分析動画があります。概要欄に F マイナーの押さえられるめちゃくちゃね、助かる動画をアップロードしておくんで、ちょっと見ていただいて、押さえづらいなという方は F マイナーやっていきましょう。じゃあ次、A シャープです。これも同じように、そんなようなカテゴライズされる難しいコードなんですけど、ここと押さえましょう。こことここの4箇所。こんな風にちょいちょいと押さえたり、1フレットこういう風に一つ人差し指で全部押さえてちょいちょいと押さえたりとか、これが押さえづらいんですよ。この制覇とかバレエとか言うんですけど、この A シャープについてもめちゃくちゃ質問とかみんな押さえられないという言葉が多くてですね、概要欄に A シャープだけをめちゃくちゃ詳しく解説してる動画貼っとくんで、F マイナーと合わせてご覧になってください。はい、そしてね、今日はですね、2つのこのコード、G と G シャープ押しっていうのをちょっと案内したいと思います。これがね、今日結構効果的。感想とエンディングで出てくるんですけど、まず G からいきましょう。ガズレレではですね、簡単アレンジとして G7 というコードをよく使うんですけど、今回は G ですね。押さえる場所言っていくと、こことこの3箇所。まず人差し指が、3弦、中指が1弦。この薬指が2弦。こんな風にガズは押さえてます。もちろん、これでもいいですよ。人差し指でこんな風に押さえといて、ここちょいとこう立てて、この三角、こことここですからね、ここと。はい。これが G です。はい。で、もう一個ご注目が、G シャープ押し。これガズレレならではの表記ですからね、星っていうのは他の音楽やってる方に G シャープ押しとか言っても絶対理解されません、ね。ガズレレのみの合言葉ですけどね。この形のまんま、ね。こことこことこのまんま、一個こっちにずれます。これが G シャープ欲しい。戻ったら G。これ行ったり来たりする。これを今回感想で出てきますからね。G シャープ欲しから G ですね。
はい、この形パッとこうかこうでもいいですよ、どっちでもいいです。はい、 G シャープ押しと G、G シャープ押しと G、はい、これを、入れてやってみましょう。かっこいいバージョン、このコードの響きかなりいいですからね。はい、そして今日出てくるリズムがね、これがね、今日はもうなかなかやばいやつです。はい、言っていきます。ドン、ブリッジミュートと8ビートのチャと16ビートのチャとカッティング、まあこの辺で、あ、疾走ビートも出てくるな、疾走ビート、これはですね、今日はてんこ盛りでございます。はい、今映ってるリズムの解説、こんないっぱいリズムどうすんだと思うんだけど、しっかり解説してますから、概要欄にこの解説してる、動画の URL 貼っておきます。ウクレレでできるリズムのいろいろという、ホームページの1枚に今映ってるそれぞれの濃厚解説レッスン動画がアップロードされておりますので、まずじっくり見てみてください。これはね、今日はもうパートごと説明していったと早いと思うんで、もうどん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 説明していきますね。最初の歌い出し、さあ怖くはない、ここはブリッジミュートです。ブリッジミュートっていうのはね、このウクレレのね、このここのことブリッジって言うんですけど、この白く弦が出てるところに手のこの部分をこう当ててですね、 C で弾くと音をくすぐらせ、これミュートって言うんですけど、ミュートって左手でミュートとも言いますけど、音をね、止めるみたいなことを言うんですけどね、これ右手で止めるとブリッジミュートって、こういう風にくすぐらせることを言うんですね。こうやってみると、ワン、ツー、サー、怖くはない、不安もはない、ダウンアップの繰り返しです。右手はこれね、なかなか難しいリズム、スナップをこう聞かせないとですね、ビートが出ないんですよね。はい、これはですね、さっき言った概要欄で濃厚解説レッスン動画アップロードしてるんで、これなかなかね、難しいリズムですよ。これはこの弾き方はやっぱエレキギターで使われる奏法なんで、ウクレレで使うっていうのはかなりですね、アバンギャルドな使い方だと思うんですけど、この表現をですね、やっぱウクレレ一本でするっていうのはポイントでございまして、これノリがやっぱり感じになります。体でこうキープ、さあ怖くはない、怖くはない、私の夢はみんなの願い、これかっこいいんですけど、これは難易度高い、力入れてるとこれ無理で、ガチャガチャバチバチになっちゃって、それどころじゃないかな。ちょうどこういい感じでね、こうやるっつうのがね、ポイントになります。ブリッジミュート、これ後半にもこれ出てくるんでですね、ちょっとまた後半は後半でちょっと雰囲気違う感じで説明するんですけど、やってみましょうと。で、このマーク、シンコペーションマークっつうのが出て、これシンコペーションっていうのはリズムがズコーンと前に食い込んでくるというリズムなんですけど、そこの間にカッティングの決めが入ってくるというのが次の感想でございます。じゃあちょっと、感想やってみましょう。感想とエンディング、私は最強の後ですね、私は最強、今分かった？この CFG7Am で矢印がボンボンボンってついてるでしょ、ここゆっくりやります、せーの3、はい、ダダチャ FG7Am、 こういうことですよ、ダンツ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 、前に食い込んでくる、これはね、まずちょっとノリで覚える方がいいです。ちょっとこのこれだけ繰り返します、ワン、ツー、スリー、フォー、 CFG7Am、 ダダツダンツダンツダン、はい、これが基本のリズムになるんですけど、ここにまたね、キメが入ってくるんですよ。ちょっとつなげてやってみますね、感想。ちょっとカッティングが入りますからね、ワン、ツー、スリー、フォー、やばいですよね。今の、つたった、裏で入ってくるんですね。ちょっともう一回、めちゃゆっくりいくよ。せーの。つたんだ、つ、Am、マイナー。ここで、つたったん、つたんだ、つたん。次も、つたったん、つたん、つたん、つた、つたった。次で、G シャープ欲しい、G。こんな、感想だけでもどうやらことに なってんですね。しかもこれ、ね、今かなりゆっくりやってますからね。もう一回ちょっと感想全部をゆっくりめで練習。ワン、ツー、スリー、フォー。次貯めるよ。チャッパン、ツッタン、ツッタン。C、もう一回ここで、チャッパン、ツッタン。次 Am、ツッドーン。はい、またここで、チャッパン、次 G シャープ欲しい。ここだけでも山盛りのお腹いっぱいでございますね。しかもこの原曲ぐらいのスピードでちょっとやってみますとかなり速いんです。私は最強、これはね難しい、まあ、ちょっとゆっくりからやってみてください。
ください。このシンコペーションがもうとてつもない勢いで入ってきますからね。このCのとこでチャッタッパー、これがね最初にチャを弾くっていうのはポイントね。ダダツテンデツテンデツテンデダダチャッタッパー、はい、ここがかなりキープ。そして、今日一番難しいリズムであろうところが、この A メロですね。やってみましょう。ワン、ツー、スリー、フォー。私の声が、海を空へ運ぶ。このリズム、この空間がたっぷりの、この8ビートっぽい疾走感たっぷりの、なんじゃこりゃって感じじゃないですか。これはカッティングと8ビートのチャが混ざったシンコペーションのビートです。いや、図で表すとこうなんですよ。ちょっと見といてください。まず最初、C、ワンブロック目は C と F なんですけど、この間に矢印が入ってるから C C C F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  C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  F F F こんな風になりますね。それをやるとですね、ダンこれねちょっとガズレールオリジナルアレンジで、丸は普通に行く、星はチャで、バツはカッティングです。それやってみますよ。せーの三はい。ダダチャクチャクダダチャクチャクチャクダダチャクチャクダダチャクこの図で言うと、最初のコード、C のコードがピンク色で、次のコード、F が緑という風にしておきましょう。もう一回いきますよ。よく見といてください。せーの、ゆっくり、3、はい。ダダチャカツク、ダダツク、チャカツク。はい、もう一回。シーシーチャカツク、F、F、チャカツク。シーシーチャカツク、F、F、チャカツク、チャカ、シーシーチャカツク、F、F、ここで問題になるのは、カッティングのチャと本当のチャの違いです。この使い分けですよ。カッティングっていうのは左で弦触ってる時ですけど、ここで。で、右手のチャとは区別してください。これができないと、このリズムはね、成立しないってところありますからね。ちょっともう一回。せーの。なんですよ。このこうやってやるのカッティングですからね。これはチャですからね。右手これはチャ、これカッティング、これカッティングのやり方勉強してください。あのさっきの概要欄のところの、ウクレレリズムいろいろやりますね。これで歌うっつんだからね。ちょっとこれ A メロはかなりノートレですね。ワン、ツー、スリー、フォー。私の声が海を空へ運ぶ、なびいた雲を乗り越えたいです。こんな感じです。このリズム、この疾走感、これはね前のめりな感じがたまらないんですけど、これはねちょっとやっぱり、難易度高いです。さっきから言ってるように、この曲はねもう次々と恐ろしいリズムの展開が待っているんです。次の B メロもですね、これはね急にノリが16ビートになります。これガズレレがよく言う表現で言うとダウンビート、リズムがドーンと落ちますよということで、ここになるとちょっと分かりやすい説明をすると、16ビートのチャの、ゆっくりなリズムに変わるように思うんですけど、ちょっとこのガズレレ流の譜面に書くとね、こういう風に Am と Em7 って感じになるんですけど、これをねちょっとやってみますよ。ここリズム16ビートっぽいリズムに変わりますからね。 B メロは見たことないやたらしい景色、せーの、見たことない、これです。でんでんだチケパンパン、これがあの2ブロック分ですからね。 Am Am チャカパンパンで、次のブロックが F と C G7 じゃないですか。新しい形式、この F と C G7 のとこはどうやってやるかというと、 F からチャカ C G7、 これ難しい。 F F チャカ C G7 です。歌いながらやると、せーの、見たことない新しい景色、け、しが C で、きが G7 ですね。新しい景色、新しい、けがチャ、し、きですね。ここはね、16ビート急にリズム落ちるところ、リズムのノリが変わりますからね。もう一回ちょっと超ゆっくり。せーの。見たことない新しい景色、絶対見えるのな。はい。ここが16ビート、これドーンとリズムが落ちるダウンビートというふうにガズが呼んでいるパートでございます。はい、ここで急に16ビートの要素が出てくるんで、リズムのノリをねドーンスッパーンスタツカポンパーンに変えたいんですよ。これかっこいいんだけど難易度は高いです。で、次のなぜならばはカッティングで、なぜならばガッタッ
た、これ頭打ちって言いますけど、その次、生きてるんだ今日もっていうのが F マイナーと A シャープが、怒涛のごとく攻めてくる決めフレーズ、3連の決めフレーズかな。これなぜならばからちょっとカッティングやってみましょうか。せーの、なーぜならば、ここですよ。生きてるんだ今日も。はい。F マイナーで、タートタートタート、ダダダ。タートタートタータ A シャープ、これはね秒できますから、これめちゃくちゃ早いですからね。タ F マイナー、これ3連なんですよね。タートタートタートタダダ、これはねこれ以上説明ができないんですけど、ダンドダンドダンズダダダチッチッサビです。さあ握る手と手に行きます。ビシッとこの A シャープでビビビ3発で止める、ビビビ、ここがですね、なかなか。そしてサビに行きます。サビはですね、この疾走ビート、こっちもブリッジミュートなんですけど、あのイントロで出てきたサビっぽい感じとよりはもうちょっと勢いつけたい感じ、疾走ビートっていう風にしてるんですけど、まああのブリッジミュートです。そうするとサビの前半はさあ握る手と出ていくんですけど、このサビのこのねバースだけは、C の1弦3フレットを押さえたまんま全部のコードを弾くというのをやろうと思います。 C の次 F、 F でも G7 でもここは絶対離さない。F、C を押さえといて、F の時もこの1弦3フレットを押さえたまま G7 も Em7 も小指離さない。これが響きがちょっといいんですよ。ちょっとやってみましょう。1、2、3、4、さあ、握る手と手、光を越え、みんなの夢は私の幸せ。ここですね。ダダって最後こうカッティングで止めて、サビの後半に入っていくんですけど、この1弦の3フレットを押さえたままコードを展開していく。これかっこいいでしょ。ブリッジミートでちょっと抑えめにしておきます。で、次の、最後のところで、ああ、きっとどこにもないで、8ビートのチャラ、初めてフルスロットルでこう全開でこう駆け抜けるみたいにしたいんですね。ちょっとサビもう一回やってみましょうか。ワン、ツー、スリー、フォー、さあ、握る手と手、流れと声、みんなの夢は、私の幸せ、きっとどこに。ここで8ビートのチャラで突き抜ける感じですね。これをね、この短い本当に1番までの間にですね、もうてんこ盛りのリズムがもう凝縮されておるわけでございます。もう濃厚です、これは。で、最後、私は最強とでさっきのダダステンダステンダ、同じことを繰り返して、エンディングにしているということなんです。ここまでで1番なんですよ、皆さん。いやー、おったまげです。まずここだけでもね、みんな悶絶すると思いますね。やっぱでもね、B メロとか、待って、全部難しいね、やっぱり。感想も A メロも B メロも、とんでもないことになってるんですけど、これはだからパートごとのリズム脳トレ、レッスンというか、脳トレのアイテムとしてはもう最高だと思う。パート分けして、ゆっくりから始めてみる。これに尽きると思いますね。はい。そして、こういう演奏面はもちろんそういうことになってるんですけれども、忘れちゃいけない。歌は感情です。やっぱり歌詞の中身、映画の世界観、アドさんのムード、そしてミセスグリーンアップルの、感じ、愛の全部この感情もたっぷり込めてですね、やっぱ歌いたいわけですけど、やっぱり歌聞き込み、歌詞の世界観とかそういうのがミックスされて、演奏高まっていくと思います。まあこれはすぐにはできないですよ。まあ濃厚でな高難度だと思いますけれども、その分やりがいもある。じっくりいきましょう。さあそれではやっていきましょう。私は最強ガゼレレ流かっこいいバージョン、やってみる。 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 怖くはない私の夢はみんなの願い、歌歌えば心晴れる、大丈夫よ私は最強。あなたの声が私を吹いちゃったせよ、これが刺さってしまったのだ。ほらほら永遠見たこともない新しい景色、絶対に言えるのなぜならば、生きてるんだ今日も。さあ握る手で光を越え、
ないあなたしか持ってない、そのぬくもりで私は最高。フロムワンピースフィルムレッドの主題歌、アドさんの歌う私は最強1番までのかっこいいバージョンも、これだけでもひっくり返るぐらいな相当な脳トレ要素もまんまんまんのやつでしたから、これはもうじっくりいきましょう皆さん。はい、パワフルでもう最強ですからね。はい、楽しくいきましょうね。はい、お知らせです。今日から2日間、博多でですね、 G ラボ、いつも使ってる G ラボウクレレのポップアップショップ開催です。詳細概要欄に貼っとくんで、ぜひ皆さんご近所の方、ご近所じゃない方もですね、博多でいろんなガズレレの G ラボのウクレレ触ってください。ガズの分身としていつも使ってるガズモデルも本物なら展示されてますからね、触ってみてください。2023年ガズレレ生誕10周年ということで、東京、名古屋、大阪でイベント開催したんですけど、もうソールドアウトになってくれてありがとうございます。追加公演決定です。5月の14日日曜日、吉祥寺 GB で夕方の部、これが予約スタートになりました。ぜひ皆さん、買い逃した方、どうしようかなって迷っているうちにソールドになっちゃった方、概要欄に貼っておくんで、ぜひ、予約してください。待ってます。そしてね、ガズレレではいろんなことやってるんですけど、ガズピアノっつうのやってるんです。知ってましたか？鍵盤楽器もガズレレスタイルで、どんな方でもすぐ弾けちゃう革新的な、YouTube チャンネルがあるんですよ。これ、ガズピアノでね、YouTube 検索すると出てきます。本が出てますから。リットミュージックさんから出てますよ。ぜひ皆さん、これ覚えておいてください。検索して、今、楽器さんとか本屋さんにも売ってると思います。そしてガズレレではですね、ガズレシピというアプリがあってですね、アプリ、スマホとかタブレットに皆さん入れておいてください。入ってそこで何ができるかというと、楽譜が見られます。無料の楽譜もあるんですけど、有料の楽譜がもう山ほどあって、もう何百曲もそこで、要はこうスクロール、自動スクロール機能とかメトロノーム機能とかって、なかなかすごいいいことになってますんで、ぜひアプリ入れるだけでもまず入れてみてください。そしてそれのね、書籍版も出てますからね、これ本にもなってるんですよ。アマゾンなどで販売中。ガズレシピ書籍版もぜひチェックよろしくお願いします。あと、いつもね、ガズが使ってる G ラボウクレレについているこの水引きだとか、はい、このストラップだとか、キャップだとかね、T シャツとかいろんなグッズあります。このグッズページ、ホームページに載ってますのでね、いろんなグッズも探してみてください。そんな感じで、あっちからこっちから、もうめちゃくちゃもう楽しく音楽やろうぜということで、盛り上がって盛り上げていっております。ぜひ皆さん、楽しく音楽していきましょう。さあ、本日はレッスン動画をご覧いただきましてありがとうございました。またお会いしましょう。それではね、バイバイ。